古瀬信号場は、北海道知らぬか郡知らぬか町は点別にある、北海道旅客鉄道根室本線の信号場である。旅客営業末期の駅番号は、K46。駅前景1977年の古瀬信号場と、周囲約500メートル範囲。上が、根室方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成開業当時から仮乗工場を兼ねて旅客扱いを実施し、旅客扱い廃止まで一部の普通列車のみが停車した。かつては信号場に併設された館舎に住んでいる職員の家族が主な利用客であった。アイヌ語の不戦比からとされる。なお、所在地の字は現在和点別となっているが、これはアイヌ語のウわテペからとされている。 一線スルーの二線を有する列車交換型の信号場旅客駅時代は温別駅管理の無人駅。構内踏切で結ばれた二面二線の相対式ホームを持ち、旧二番線のホームは釧路肩にずれた地取り配置であった。旅客営業廃止前の利用状況は以下の通り。周囲は森林に囲まれており、落農家がわずかに見えるのみであり、 信号場への道も整備されていない。古瀬り上降場に関するカテゴリ、古瀬駅に関するカテゴリ、ありがとうございます。